こんにちはプロです今回はですね、貧乏人はお金を作り、お金持ちは資産を作るという話をしていきます。まあ、経済的豊かさをね、手に入れたいのであれば、必ずお金というものについてね、学ぶ必要があるわけですけども、も僕たちっていうのはそういうお金の教育とかを全く受けてこないので、何も知らないままね、こう人生を過ごしているわけですね。だから当然、まあ、豊かになるのはなかなか難しいわけです。 今回の話は、まあ、お金について学んでる人とかね、に関にとっては、ごくごく当たり前なことというか、まあ、知っているような話になるかなと思うんですけども、例えばお金とね、富がイコールっていうふうに考えてる人多いと思うんですよ。富とは何ですかって聞くと、ね、お金持ちになることですっていうふうにね、答える人が大半じゃないかなと。まあ、そういう一般の人ですね。何も学んでない人からすると、そういうふうになると思うんですけど、 お金持ちの人とかに聞くと、富とお金はイコールじゃないっていうふうに言うわけですね。富ってはまあ自分の中にあるもんだから、お金とは全然違うわけですね。やっぱりこう、まあ、世の中の大半の人、まあ、8割、9割の人は、このお金を作るってことを意識して、まあ、日々生きてるわけですね。だけど、ね、今回のテーマにもあるように、お金持ちになる人っていうのは、お金を作ることじゃなくて資産を作ることを意識しているわけです。それが まあお金持ちとそうじゃない人たちを分けると。まあ、貧乏人っていうかなり強い言葉を使いましたけど、まあ、そういう人たちとお金持ちとの大きな違いというところですね。お金を作ってもですね、お金っていうのは、どんどんまあ減っていくわけですね。例えば、宝くじが当たったとしても、いろいろ使っているうちにですね、どん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 減っていく。減る一方なわけですね。資産っていうのは、お金を生み出すものだから、ね、こう、何もしなくても勝手にお金が入ってくる。 要するにその使ってもまた入ってくるからまあ減らないわけですね。基本的には。だけどこうお金っていうのは一回使っちゃってもうそこからね、そこにもう補充されることがなかったら、あとは減る一方みたいな形になるわけですよね。で、この資産っていうと、まあいろんなものがあるんですけど、例えば不動産とかね、株とか、あと会社を作る。会社、ビジネスも資産だし、まあいろいろこういったものがね、お金を生み出すもの。 だからこういうお金を生み出すものをいっぱい持ってるから、まあ豊かになるわけですね。だからお金を作ろうとするんじゃなくて、資産を作ろうとしないといけないわけです。でも今の話だと、そんなね、不動産さんとか株とかね、買おうお金ないしビジネスなんかね、そんな簡単にね、作れるもんじゃないでしょうって思うかもしれないけど、個人でも簡単に作れる資産っていうのはあるんですね。それこそ今だったらコンテンツを作るとかね。 僕もまあ毎月必ずコンテンツを作るようにしてますけど、そういうものを作ることによって、まあ不労所得がどんどん増えていくわけですね。何もしなくてもお金が入ってくるっていうものが増えていく。だからそれをやればやるほど、その資産がどんどん大きくなっていくわけです。だけどそうじゃないやり方でね、ビジネスやってる人もいますよね。とにかく目先のお金を追って、ね、例えば無理やり買わせたりとかね、相手を煽りまくって買わせたり。 月収100枚来ました。年収5000枚来ました。とかって言っても、それは資産じゃないですね。お金をただ作りに行ってるだけ。だから、もちろんそういう人の中でも一部、その後もね、うまくいく人、成功できる人っていうのはいると思いますけど、そういう発想でやってると、その時は稼げても、稼げなくなっちまう。でもそれ以外にね、お金が入ってくるような資産がないから、あとはお金が減る一方、 なわけですねだからいずれ食えなくなってしまったり結局マイナスまた借金に戻ってしまったりとかねっていう風になってしまうわけですだからそうならないためにも資産を作らないといけない同じオンラインビジネスでもそうやってお金を生み出すもの自動でそうやってお金を生み出すものを作るのか目先のお金を追ってね大きなお金を手に入れようとするのか、まあ、全然違うと思うんですねだからこういう 考え方としてお金を作りに行くんじゃなくて資産を作りに行くみたいなね資産っていうのはもちろんその直接お金になるものもそうだしまあいわゆるそのリストと言われるものも資産ですよねあともう一つ言うなら信頼も資産ですよそういう自分のことをね信頼されてるっていうところが資産だから仮に自分が信頼されていてそれなりに知られていればですね仮に何かでね表紙にリストを紛失してもすいませんちょっとメルマが リストがあの開けなくなっちゃったんでもう一回登録してもらえますかって言ったら多分登録してくれると思うんですよ。だからそういう信頼っていうのも資産だしだそういったものを増やしていくっていうのはね大事なんですね。だけどやっぱりどうしてもねお金が欲しいお金が欲しいってなるからみんなお金の方に走っちゃうわけですけどそれはやっぱり、まあ、普通の思考というかね一般的な人の思考、まあ、豊かになれない人の思考だというふうになってるわけですね。 だからそっちを目指すんじゃなくて、とにかくお金を生み出すものとかね。お金を生み出す、まあその一員を担うもの。さっきの信頼とかリストもね、直接お金にはならないけど、まあそれがあることによってお金につながるとかね、っていうものになるわけです。で、そういったものを増やしていくと、まあこれはどん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 豊かになりますね。そういうお金を生み出すものがどんどん増えていくわけだから。さっき富は内側にあるって言いましたけど、富っていうのは要するにスキルとか知識とかね、 まそういったものも全部、まあ、富なわけです。だから仮に自分が無一文になったとしても、その富を持っていれば、また挽回できるとかね、もう一度その稼ぐことができるようになるわけですね。だからお金持ちの人たち、まあ、僕もそういう、ね、人たちから学んだりしてますけど、彼らが言うのはやっぱりそういう、まあ、ウェルスを作れと、マネーじゃなくてウェルス、ウェルスってのは富ですけど、富を作れっていうふうに、ねえー、言ってるわけですね。だから富はお金じゃないんだと。 だから、お金を追うから、そういう間違った方向に進んでしまうわけだって。富を作れば、勝手にお金はね、それについてくるわけだし。だから、豊かになりたいんだったら、まあ、スキルを磨くとかね、人、まあ、脈を作るとかもそうだし、信頼を獲得するってもそうだし。だから、そういった諸々のこと、それはもう自分自身の中にあるものだから。仮に自分が無一文になってもね、自分のことを助けてくれる友人とか仲間がいれば、また這い上がってくることはできるだろうし。 そういったものを作っていきましょうか。友人とか仲間っていうのも、まあ、全部資産になるわけですよね。そういう自分を支えてくれる人たちなのであれば。だけどやっぱりそれと逆行してしまう人が非常に多い。だからやっぱ目先のお金ってすごくね魅力的に感じるし欲しい欲しいってなるんですけどこれもまあ一つの考え方で、まあ、貧乏人はそういう目先のお金を負けどもお金持ちは長期的なねお金を見ていると。 だからすぐにその目先のお金に飛びつかないっていうのが大事なんですね。これってなかなかこう訓練が必要なんですよ。人間って本能的に生きてるからやっぱり目先のね、そういう欲求に負けてしまうんで。だけどそれではやっぱりね、うまくいかない。だからそれがそのコントロールできる人が少ないからこそ成功者っていうのは少数派になってるわけですね。だからそういったところも考えていかないと、そういう今この瞬間に大金が儲かるのかみたいな。 発想でやって儲かるかるもしれないでもその後じゃあ続かなかったらあとはその今回稼いだお金が、ね、減っていく一方だし以前も話したみたいに100万なんて一瞬でなくなるんで本当に今の現代社会とかだったら月収100万稼ぎましたって言ってもその100万が一回コッキーで終わってしまったらね本当にもう贅沢も全くできないと思うんですよ100万ぐらいだったらだからもうそれで終わってしまったらもう意味がないわけじゃないですか であれば長期的にずっとね、お金をこう生み出してくれるようなもの。そういったものを増やすから、どん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 豊かになっていく。経済的に豊かになれるわけなんで、僕たちが目指すべきところっていうのはそっちですよね。今だったら本当に個人でもお金をかけずに、リスクをかけずにそういう小さな資産がいっぱい作れるんで、そういうコンテンツを作っていくとかね。コンテンツを作るだけじゃなくて、やっぱりネットで自分の認知活動をして、信頼をどんどん獲得していくとかね。 そういうふうにすれば、どこか,からかこうね、仕事の依頼が舞い込んできたりとか、まあいろんなチャンスにつながったりとかすることがあるんで、とにかくね、儲けたいからね、目先のお金に飛びついて、一番やったらいけないのは人を騙したりとかね、そういったことをしてしまう人がやっぱり一部いるわけですけど、まあそういったことは絶対にしないってことですね。それは資産を作るのと逆行しているわけだから、お金は手に入るかもしれないけど、資産はどんどん失われていく。長期的に見てね、じゃあ10年後、20年後あなったらそのままね、 安泰であれば、ね、そうではなくて、ちゃんと資産を作る、まあ、信頼を地道に、ね、積み上げていくとか、理想をコツコツと、ね、増やしていくとか、まあ、そういったことも全部そうなので、なので、このマインドセットですね、お金ではなく資産を作れということ、これは本当に大事なので、ぜひ、ね、覚えておいてもらえればと思います。